古代エジプト医学。この項目では、古代エジプトの医学、すなわち、紀元前33世紀頃から、アケメネス朝の侵略、紀元前523年に至るまでの古代エジプトで、広く行われていた医学について解説する。エジプト医学は時代を考慮すれば、極めて高度に発展しており、単純な非侵修性の外科手術、接骨、広範な薬局型などが含まれていた。 古代エジプトの治療法は現代文化の中ではまじないや怪しげな成分などでイメージされることも多いが生物医学上のエジプト研究によって多くの治療法が効果的でありまた基地の処方のうち67%が1973年のイギリス薬局型に適合していたことが示された古代エジプトの医学書には診察、診断、予後 諸事のそれぞれについて理性的で適切な記述もしばしばしょれている。19世紀まで古代エジプト医学に関する情報源は新しい年代の書き物であった。ホメロスは紀元前800年頃にオデュッセイアの中でエジプトの人々はあらゆる人間の中で最も医学に優れているエジプト人たちは他のどんな技術よりも医学に優れていると記している。 ギリシャ人の歴史家ヘロドトスは、紀元前440年頃にエジプトを訪れ、エジプト人の医学技術への広範な観察を書き記しており、ダイプリニウスも、また歴史的観点から好意的に記している。ヒポクラティス・ヘロフィロス・エラシストラトス、後にはダレノスも、アメンホティップの神殿で学んでおり、古代エジプト医学からギリシャ医学への貢献を認めている。1822年。 ロゼッタストーンの解読によって古代エジプトの碑文やパピルス状のヒエログリフの解読が可能になった。これらの中には医学に関する事柄が多数含まれていた。この結果19世紀に生じたエジプト学への関心がエドウィン・スミス・パピルスやハースト・パピルスなど紀元前3000年にまで遡る古代医学文献のさらなる発見につながった。このうち エドウィン・スミス・パピルスは解剖学上の知見や数多くの病気についての実験、診断、処置、予後に関する外科の教本である。紀元前1600年頃に書かれたと見られているが、数点の先行するテキストの写本であると考えられており、医学情報自体の年代は紀元前3000年まで遡る。エジプト第三王朝のイムホテプは、これらのパピルス文書の著者、 および古代エジプト医学の創始者であると考えられている。歴史上初の外科手術は、紀元前2750年にエジプトで行われた。エーベルス・パピルス、1550年頃には、877の処方の他に、まじないや非衛生的な処置法も多く含まれている。未だ理解が進んでいない、古代の医学用語の解釈が正しければ、エーベルス・パピルスの記述の中には、 腫瘍に関する史上初めての記述が含まれている可能性がある。その他の情報源としては、エジプトの墳墓の壁画や、それに付随する碑文などがある。現代の医学技術の進歩も、古代エジプト医学の理解に役立った。小病理学、者たちは、X 線撮影や後には、CT スキャンによって、ミイラの骨格や臓器を調べることが来た。 電子顕微鏡や質量分析法などの様々な法医学の技術により4000年前のエジプトにおける健康状況の観察が可能になった。古代エジプトの医療知識の評判は高く、他の王国の支配者はファラオに最高の医者の派遣と調愛する者の処置を要請することもあった。エジプト人は人体の解剖は全く行わなかったにもかかわらず、 解剖学についての知識を持っていた。例えば古代のミイラ製作のプロセスの中で、ミイラ技師は尾光から長い鍵状の器具を挿入し、頭蓋の薄い骨を破って脳を摘出する方法を知っていた。また対抗に収まった臓器の位置に関する大まかな知見もあったようで、左素形部の小さな切り込みから内臓を摘出している。しかしこれらの知識が、 治療に当たる医者に渡っていたのかどうかは不明で、また医者たちの医学理論にはあまり大きな影響はなかったようだ。エジプトの医者は脈拍の存在、及び脈拍と心臓の関係について気づいていた。エドウィン・スミス・パピルスの著者は心臓の機能についてさえ大まかに知っていた。ただし循環系については把握しておらず、また血管、腱、神経の区別はできなかった。 もしくは重要と考えていなかった。医者たちは空気、水、血を運ぶ、水路について、ナイル川に例えた理論を作り上げた。すなわち川が詰まると作物は活力を失う、という原理を人体に適用したのである。具合の悪い人間に対して、エジプトの医者は、水路の詰まりを解消するメシャゲ薬を用いた。エドウィン・スミス・パピルスに書かれた、下科処地方をはじめとする、 多くの医学的処置が効果的であった。その中でも健康を保つための医者のアドバイスとして体を洗い、脇の下などを低毛するというものがあったが、これは感染症の予防になったと思われる。また他にも食生活を見直し、非衛生的だと思われる性の魚や獣の肉を避けるように患者進めていた。効果がない、あるいは有害な療法も多くあった。 マイケル・ディ・パーキンスによれば、ハースト・パピルス中の260の処方のうち72%について一般に認められた薬効成分が含まれていないという。また、処方の多くに動物の糞が含まれていた。糞に含まれる発酵、不織物には薬効成分を持つものもあったが、バクテリアによる致命的な感染症の危険もあった。もとの感染症と糞による 処置の悪影響との区別がつかないまま患者の状態が改善した少数のケースの印象を強く受けてしまったことが考えられる。魔術や宗教は古代エジプトにおいて日常生活と切り離せない要素であった。神々や悪霊が様々な症状の原因とされたため神への訴えから処置を開始するなど治療には神がかり的な要素が含まれた。現在では 神官と医者は全く別の職業として区別されるが、当時はそのような明確な区別はなかった。癒し手たちの多くは、セクメトやセルケトの神官であり、まじないや魔術を処置法の一部として用いた。魔術や宗教の信仰がルフしていたことが強いプラセボ効果をもたらした可能性もある。言い換えれば治療が成功したように見えたのも、 治療行為自体の有効性のためではないとも考えられる。魔術への系統がもたらした影響は治療薬やその材料の選定に現れており、材料の元となる植物、動物が患者の症状に何らかの意味で対応していることが理由であると思われるような材料の線がしばし行われた。これはシモラ・サミエラ・ブース、類似に類似をの原則として知られ、 現代のホメオパシー処置に至るまで、医学史を通して見受けられる概念である。これに従って、ダチョウの卵は骨折の処置に使われ、ハリネズミを描いたゴフは脱毛症に対して使われることもあった。ゴフは一般的にかなりの人気を持っており、様々な魔術的目的を持って身につけられていた。健康に関するお守りは、ホメオパシーのゴフ、魔除けのゴフ、 神の護符に分けられる。ホメオパシーのお守りは、動物や動物の一部が描かれており、着用者はそこから力や速さといった加護を得ようとした。魔除けの護符は害をもたらす神や悪霊から着用者を守るものであった。有名な、ホルスの目、ウジャットも、しばしば魔除けの護符に用いられた。神の護符は、エジプトの神を描いたものである。イシスの帯を描いた護符もあり。 これはリューザンの出血を止めるのが目的であった。医者を示す古代エジプト語は SWNW である。この称号には長い歴史がある。記録上最古の医者である古代エジプトのヘシレは、紀元前27世紀の支配者、ジョセル王の司会及び内会主任であった。ペセシェと紀元前24世紀は、記録上おそらく最古の女医である。アケトテップの母親と見られており、 アケトテップの墳墓にあるペセシェトに捧げられた石碑には、ペセシェトを指いて、意味 RSWNWT と綴られている。これは、ジョイッチの女性監督官と解釈されている SWNWT は SWNW の女性系。医学の分野の地位や専門分野には、様々なものがあった。特権階級は専属の SWNW や、 専属の専門医さえも雇った。医者たちの監督官、職長、主任なども存在した。現在知られている古代エジプトの専門医には、眼科医、消化機科医、肛門医、歯科医、精肉店指導医、液体科医、詳細は、不明がある。古代エジプト語で、肛門科医を指す。ネルフとは、直訳すると、肛門の被護者になる。生命の家、ペルアンクと呼ばれる施設が、 エジプト第一王朝の時代から作られていたことが知られている。ペフトオニットやウェジホーラスネットといった紀元前千年期中頃に生きていた医者名が合わせて刻まれていることもあり医療機能があったとされる。エジプト第十九王朝の時代には非雇用者は医療保険、年金、病気休暇などの福祉を受けていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。